秋季キャンプ第4クール2日目、朝から元気に全体練習がスタート。中でも大きな声でチームを鼓舞していたのは副キャプテン栗原陵矢選手。怪我から復帰直後のキャンプだったんですが、離脱することなく完走。ファンにとっても、そして本人にとっても一安心の2週間となりました。みんなと一緒に野球ができてすごくこう楽しかったですし、メニューはちょっと別の部分もありましたけど、すごく充実したキャンプができました。一番はやっぱり守備の面でしっかりとできたっていうことが収穫かなと思います。もっともっとこう数をしっかり受けて繰り返し練習しないといけないことがたくさんあるなっていうのは感じてます。改めてとにかく試合に出たいという気持ちが強くなりましたし、全試合出たいなと、また来年、はい、そこを目指して頑張りたいです。一方、投手陣では大関投手が最後のブルペン入り。そしてキャッチャーを務めたのは渡辺陸選手。共に育成出身の大陸バッテリー。今シーズン1軍で初勝利も挙げたコンビで、力強いボールを50球投げ込みました。キャンプを通しての成果は、なかなかちょっとうまくいかないところがあったんで、ここからオフに向けて、はい、なんとかしていかないといけないなっていう内容でした。まあ、球筋とか変化球とか安定してるんですけど、やっぱりストレートの出力というところが、まあ、もうちょっと出していきたいと思ってるんで、そこはなかなか難しいなと思ってるところです。先発で1年間回って日本一っていうところです。バリトンボイスのええ声で自身の課題を明確にするあたりもさすがです。大関投手、来シーズンの活躍に期待が高まります。